正確に着底を取ることもこの釣りの大事な要素です。着底が分かりにくかったらですね、このように糸をこう垂れ回しておくと分かりやすいですね。このように U の字を作ります。でこの U の字がですね、こうスーッと進んでいくうちはまだそこついてません。この U の字の一番偏極点を見ていたらですね、あ、今もこれそこつきました。このような糸付けを作ってですね、着底を見るというのも一つの、底取りがしにくい時のテクニックです。よし、乗った。おお、ドラム出してますよこれ。さあ今度は何かな、アコウですか。あ、同じ魚だな。はい、じゃあお願いします。ありがとうございます。さっきより大きいんじゃないですかこれ。さすが円月のタングステン、僕はこれを満月と呼んでますけれども、よく釣れますね。今のね、あの魚が食った時にこのスカートをこう下に引きずり下ろしちゃってるんでですね、これは釣れません。ですから時々チェックをしてあげて、こうなっていたら元に戻すと。ゴムのバンドで止まっているだけですので、上にあのそのまま引き上げれば OK です。今度は縦の釣りも試してみます。バーチカルのパターンではですね、船を立ててますから、まっすぐ真下に落として垂直に上がってくる、これが基本の釣り方。それでですね、一定のスピードで巻く、鉛が引き起こす反転流でですね、これがなびきます。これをしゃくるとですね、タイはですね、頭の方、ヘッドの方をかじってくるんです。で、まあ、漁師さんによれば じーっと等速で動くのはタイには見えないということを言ってます。僕は本当かなと思ってたんですけども、タチウオを釣ってる時にですね、これでタチウオを釣れるんですね。それで等速で引いてくると必ずこう噛むで、あの鋭い歯の先端にフックがかかります。でちょっとこうしゃぐってやるとですね、タチウオはこっちを噛んできて、あの歯でスパッとリーダーが切れちゃいます。ですからなるほどと僕はその時思いました。やはり等速で行くものはですね、まあ、見えなくはないんでしょうけども、あまり興味を示さないんですね。結構うわーって動いてる方をやっぱりアタックしてくる。よし、乗った。根魚は着底と同時に食うことが多いので、ホール中にも集中しましょう。よし、乗った。うわ、魚が変わりました。よいしょ。いや、これも僕ね、カブラで初めて釣りましたわ。綺麗なね、魚ですね。ヒレがピンシャンとしてますね。伝統漁具とルアーゲームの融合した新しいスタイル、ギョギング。シマノが開拓したこの世界を円月ブランドでご堪能ください。ハイカブラブームの中、各地でスピニングリールの利点を生かしたカブラ釣りも新たに生まれてきました。そんなギョギングゲームをリードするロッド、オシア円月投げ式登場。オフショアでスピニングを使用することで、投げて広範囲もしくは斜めに引くことで浅場など長い距離を引けるというのが最大のメリット。オシア円月投げ式にはねじれに強いハイパワー X 構造をはじめ、パーフェクションリールシート、チタンフレーム SIC ガイド、円月ロゴ入りエンドバッジ、フックキーパー、セパレート高感度コルクグリップなど
充実の装備を搭載しました。カブラ専用オフシュアスピニングモデル、ゲーム円月投げ式登場。ちょい投げで広範囲に探れ、またスピニングならではの早巻きパターンの演出が可能になりました。強風時や二枚塩の時も投げることでアングラーに有利な位置にカブラを落とし込むことができます。セパレート後退級 EVA グリップ、ステンレスフレーム SIC ガイド、パーフェクションリールシートなど、カブラ釣りの楽しみが広がります。マダイやアオモノ、ヒラメやマゴチなど多彩な海のターゲットを取るための専用カブラ、円月投げ式。特徴的なのはスプーン形状のヘッド。円月投げ式のヘッドはスローな巻きでもフラッシングを発して強烈に誘います。だから小魚についたターゲットやゴカイやエビなどを捕食するターゲットにもこれ1本で OK。 レンジのキープ力にも優れています。またアピール力に反して全体シルエットはコンパクトなので魚の食いつきも抜群です。